アニメジョジョの奇妙な冒険についてどこよりも深く語り尽くす番組ジョジョレイディオ。キャストだけではなく制作スタッフもお呼びしてアフレコ現場制作現場の裏話をお届けします。ご案内はスピードワゴン役の上田洋次です。割と最近にあの涙のお別れをした記憶があるのですが、案外早く帰ってきてしまいましてお久しぶりというにはちょっと、最近すぎる感じなのですが、ね、光栄なことにですね、こういう出張版ということで、今回はウルトラジャンプ6ということで特別版をお送りすることになったわけですが、ね、それはなぜかというとですね、もうこれはうずうずしていても立ってもいられないようなこの情報がバン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 皆さんもう出てきているわけですよ。もうそうなるとですね、まあジョジョレイディオとしてはですね、黙っているわけにはいかないとね、勝手に他のところからいろんな話がこう出てくるぐらいだったら、まあちゃんとねこちらからやろうじゃないかということで、今回出張版がめでたく制作されることになりました。なんか私も思って早くこの番組をやらせていただくことになりまして、非常に嬉しいです。そして嬉しいことにですね、今回はまあやっぱりこの出張版特別版ということで、素敵なゲストをですねまたお迎えしてお送りしていくわけですが、前半のゲストはアニメ第2部でジョセフ・ジョースターを演じられました杉田智和さん、そして第1部のジョナサン・ジョースターを演じられました沖津和之さん、このダブルねジョジョダブルジョジョなんか変な声ですけどもね、このお二人をお迎えして、お二人もここでゲストを来ていただいて、まあ、イベントでもねいろいろお話も、していただいたんですけれども、まあ、まだまだね、残ってんじゃないのとかとか、まあやっぱりね、だいぶ収録も終えて落ち着いたところでね、まあ、というかまた改めて思い起こすことがあるのではないかということで、いろいろ、お話を伺っていきたいなと思っております。楽しみでございます。そして後半ですが、ディレクターを務められました津田直勝さん、そして、シリーズディレクターを務められました鈴木健一さん、この2人ね実は、ジョジョレイディオの、一番最後、ラスト前と、ラストのお客様だったんですが、ね、大きな告知がございましたね、ついに皆さん、ね、続編第3部これが制作されるということが決定いたしましたのでですね、もうこのジョジョレイディオだけでしか聞けない情報をですねこう深く聞いていきたいなと思っておりますので、後半の方もお楽しみによろしくお願いいたします。それでは最後までお楽しみください。ジョスターさん、ジョジョレイディオで作品への思いや自身の演技を赤裸々に語り尽くしたあの男たちが帰ってくる。杉田智和、沖津和之、改めてジョジョの魅力を語る。ようこそいらっしゃいました。こんにちは、ダブル浅野です。またまた僕たちを撮ってるあたりはそのあたりなんですよ。ダブルジョジョをダブルジョジョお迎えいたしております。沖津和之さん、はい、いらっしゃいませ。一体僕を呼び出して何をするだ許さん許さんのか本当は嬉しいです。よかった、ありがとう。そしてジョセフ、杉田智和さんです。瓶のコーラの線飛ばして、はい、で残った炭酸の抜けたコーラみたいな状態の杉田ですよ。いやこの3人が揃うのは、うん、6月のジョジョレイディオのね、イベント以来ですね。外にジョースター家の集いって書いてあったそうですね、あのイベント。そうなんですよ。イベントなんか場所が場所だけにね、うん、あのそうそうそう、じゃあジョースター家はジョースター家は千葉県にあるところです。そうだね。昔ミラーワールドは埼玉県って言われてるんだ。
なんかあの普通のこうでかいあのホールじゃなくてね、うん、あの会議室のこんな大きいところでね、うん、あのジョースターキーがなんかこう集ってあの会食でもしてるのかみたいな、ね、そんなタイトルでしたけど、コミカ借りてそう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 、打ち上げに出てきたのはスナック菓子でした何の話やいやなんか、うん、でも改めてこれ、お二人で、まあ、ああいうイベント以外でジョジョのこのアニメの、まあ、お仕事について、まあ、他の現場でとかで話す機会って今までありました？おきつさん意外とない、あんまないかもしれないです、うん、僕一番その直接的にご挨拶以外でお話ししたのがそのジョジョのオーディションの会場のスタジオで待合室で、そこそこそういきなりあのおきつさんですか、ずっとコーツさんだと思ってました、ごめんなさいって、コーツカフェさんだと思ってました、ごめんなさいすごいこんな方初めてだと思って、みんな大体ごまかしてコーツのまま自然にスイッチしておきつって言い始めるんですけど、全然なんか別に悪いとも何とも思ってないんですけど、そう杉田さんは謝ってくださって、ずっと引っかかっててずっと引っかかってたんだ、そう2,3 回共演してたはずなんです、 2,3 回ね、あの別の作品で共演してましたけど、ずっと言えずに全然気にしてなかったですからね、その機会で、ね、そのタイミングでよかったと、めちゃくちゃいい人だと思ってオーディションはよく覚えてるね、うん、そうそうそう、あのスタジオ、ね、作品、あそっか、2部は別のスタジオで撮ったんですもんね、うん、1部はあのオーディションをしたスタジオのまんまで、あそっか、うん、収録したんで、そっかそっかそうです、あそこのロビーで、うん、みんな並んで全員がなんかねジョジョの話してたんですよ、そうだよね。僕なんてにわかなんで。でもそうか、寄れない、微妙に寄れない感じでね。そうそうそう。あれなんか結構そのオーディションの話の時にはまあ必ず出たんですけど、うん、で相当の数の人がで他の役で決まった人も実は結構ジョセフとあのジョナさんは受けているというのをなんか聞いて、うん、だからその時にまああんまりこの話はできないかもしれないけど。うん、結構あこの人もこの人もみたいな感じで他もあったりとか、それ言ったらすごい幅を呼んでるんで、そうだね、うん、えなんでこの人もこのジョセフやジョナサン受けるんだろうっていう、本当いろんな人いましたよね、そういろんな人いましたよね、うん、だって今廊下が来た時も、うん、やっぱ受けたって言ってるもんね、うん、本当にちょっとテープだけ引かせてくれるみたいな感じ一応今廊下さんはねみんなのアイドルに決まったんだよねみんな大好き今廊下さん、そうシトロハイムさん、うん、そうそう、なんか僕はねちょっとこうタイミングが微妙にあの他の人と違う感じで行ったから、うん、だから後からいろいろね、あのそういう話を聞いて、そうそうそうなんですよ、これはもうあの岩波さんがいらした時に話しちゃったんで、まあ、多分あのいいんだと思うんですけど、うん、僕はあの一通りやっぱスピードワゴン一通りやった時に、うん、あの見つからなくて、うん、それで改めてもう一回じゃあつって話になって、それで多分そのいろいろね1、2部やっぱ通して演じるっていうのも、うん、まあ、そのあたりなんかであれ出てきたのかなっていうのもあって、うん、その時点で僕は声がかかって、だから後からもう一回二次選考じゃないけどそういうタイミングであの受けたもんですから、うん、だからもう完全にあのこう業界でこう今なんかオーディションやってるらしいよジョジョって言って、へー、まあ、ゾンビでも出れればいいなぐらいで思ってたの本当に両手が蛇の刃文使いと完全になんか一言に思っていたらなんかねえらいこう急に真ん中の方にズズズズと引っ張られた感じで、うん、でも反響ってやっぱすごかったんじゃないですか杉田さん、うん、どうですか、うん、僕いろんな人にジョナサンジョナサンっていきなり言われて、誰絶対内緒ですよって言われてんのに、うん、周りからすごい言われて、なんだよ何してんのっていうか、うん、なんか勝手にわーってほらまだほら自分大好きな人がこの業界多いから、うん、でいろんな自分のこの情報網を使ってなんか引き出してきてるから、一番派手だったのは稲田さんかなやっぱりあーそっか
ラジオでもだいぶ、ね、自然に情報収集してたってね、おっしゃってましたよ。でも飛び上がるように喜んでたのはあの佐藤くんかな、やっぱり。あ、確かに僕もあのシーザーが誰になったかっていうのがすごい気になってて、で佐藤拓也くんですって聞いて、え、あのなんかあのカードゲームのかっこいい役やってる人だって僕知ってたんで、某 V の、 あのカードゲームのやつ、皆さんこうなってると思うんですよ、あのかっこいい声の人だって言って、わ楽しみだなって、本人がすごい前向きでポジティブで、もうシーザーをこううまく演じて、ね、で僕もう輝いてる自分のことも大好きだし、シーザーのジョジョも大好きだっていう、あ僕に一切ない要素を全て持ち合わせてるすごいポジティブな人が出てきて羨ましくって、何をああ僕なんかこういう風になんかこう俺最高だろジョジョ最高だろみんな楽しもうぜって言いたかったんだけど、うん、俺それできないんでどうしても引いて、ね、じゃあここの立場に立ったからにはここをこうやってこうやるから、うん、こういうところは主張しすぎないようにしようとか、ここはでも名前を出してやる以上は宣伝よりも作品知らなきゃいけないし、一番いい言葉でお客さんに伝えなきゃいけないし、うん、そういうところってだから もちろん佐藤くんみたいな子が一人いてくれると僕らも盛り上がるんですよ、佐藤さんの笑顔本当キラキラしてますよ、僕も別の現場でお会いした時に、おっさん僕シーザーですって抱きついてきて、そう僕は言えない、なんですか僕にはできない、ただ彼のような存在が一人いるとみんなが鬱屈とした気持ちがなんかパッてやろうっていう気になるんですよ、すごいポジティブ。いや、そう で, 僕いやでもある意味さ、だから僕もそうだったし小木君もそうなんだけど、なんかこう結構そういう意味では、まあ、無邪気じゃないけど、とにかくもうやるしかないっていうのしかなかったから、もうわーって言ってやったんだけど、いや本当にその杉田君がこのジョジョレディオで、ゲスト来てくれた時の、話を聞いてて、あやっぱりこういろいろね、ずっと数々の作品でもやっぱメインとか主役とかずっとやってきた人は、あそっかいろんなことやっぱ考えるんだなって、やっぱ、いや別に俺ら考えないわけじゃないけど、僕らもとにかくやるきゃないっていうのがあるんだけど、周り全然僕見えてなかったですからね、いやでも結局脇目も振らずやることで奥津君の場合は現場をまあ引っ張っていくっていうか、大抵そのなってるからセンターの人間に対して主役が座長なんだから周りを見渡せって言って言いがかりをつける人間は大抵本人は主人公はやったことないし周りが見えてない人です大抵それで奥津さんに何か言いたいんですよ、得てすれば何か依存したいんですよね、でもそういうことをおっしゃる方も全然誰もいらっしゃらなくて、でもなんか確かにいないですね、ジョジョに関しては本当に伸び伸びやらせていただいて、言っててもすぐいなくなります、そんな人しーしーしー、あとやっぱ番組的に立ち上げだったから、とにかくもうみんな必死でこうなんだろう、モテるものをそうそう、それ言ったら一部の開始の時の方の方がすごい大変だったと思いますいやいやさ、確かにプレッシャーはすごかったですけど、でも杉田さんとそのキャストお互い決まって分かった時に、いやもうどんな球を投げてきても絶対ホームランしますからって言ってくださったんで、もう気楽に、じゃあもう仮にね勝負に負けてたとしても、せめてこう2アウト満塁であとこう一発ホームランあればなんとかこうもういけるような状況にしておければもう勝てると思ってたんで、ある意味ちょっとやっぱり気は楽にさせていただいてやらせていただきましたけどね、いやでも本当かなりこう攻めて攻めて前のめりにこうやっていってたから、でこれってだから本当にありがたかったのが、うまくちゃんとそれをまああの受け取る皆さんがそのまんま素直に受け止めてくださったから、それは良かったなって。だってそういうのってちょっとボタンのかけ間違いでね、もうずれちゃったら果てしなくもうぶったたかれる方に行っちゃうから、なんだこれはっていう、そう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 、どんなにもいい生地で仕立てたスーツもボタンが間違ってたらすごいブラックに見えるじゃないですかすげえ決まったと思った、一番上だけ一個そうそう あれこれなんだっていうこの違和感はなんだっつってしまった、そういうことかっていう、だからまあ確かにね、ちょっとこうなんだろう、こうついてこれなかった人ももちろんそれは いて、まあご批判もかなりあったはあったんだけど、ただ大きな流れとしてはなんかよくわかんないけど、でもこれは相当面白いぞっていうプラスのにこう受けてくれたのはすごく良かった。なんか未知数な人たちがあのアニメから入ってジョジョ好きになったっていう状況が一番楽しかったんですよ。すごい嬉しかったですね。ジョジョ出てる人が必ずしも全員漫画を読み込んでいて、もう何でも知っていて、そのそうだな、
自分の中のそのジョジョ愛を語らせたらもう本当に何時間でも話せるみたいな人だけじゃないんで、矢波さんだってアニメからジョジョ知ったし、そう、ね、最終的に、うん、ジョジョね面白いですよって言ってくれるって、それなんかね、それってすごい僕としても嬉しいし、うんうんうん、30年やってて一番面白いみたいなことをこれ、ね、おっしゃってくれたんで、これ言っちゃまずいかもしれないけど、岩波さんだってジョジョの打ち上げ、うん、あの最初のやつ、あの一期の打ち上げ、別の打ち上げが被ってて、あ、そうだ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 、そう、すいませんちょっとあっちの打ち上げ行ってきますって言って、その後戻ってきたそう戻ってきたそこもそこって言っちゃダメ、ね、その後あれ、あ、また岩波さんって言って、そうそうそう、なんかね、ジョジョらしねって言ったそうそう、戻ってきてくれたって、ね、で酒飲まずにはいられないいられないってアバがいられないって言ってましたけどね、で僕の横では塩屋さんがずっとテンション上げてたって、あのね、今日ですね、あのヒゲを描いてこようと思ったんですけどね何を言ってるんですか塩屋さんメメタって、あのカエルねあれもっとねいいと思うねって言ったらグッズが出るって、そのあとそうそうそうマジかよっていう今じゃあのスタジオの守り神的に言いますよそうなんこのカエル何って知らない人が言って、そしてメメタうわーってなってこれ何ってまさかあのカエル出ると思わなかったですからね、そうそう、あれ面白かったな、改めてでもそれ振り返ってみて、まあ、今度そのねこうチェンジして2部に入ってって、今度沖津くんはなんかこう、ええ、まあバーって燃え上がって、それで、うん、まあ離れちゃって、うん、でまああとはもうどう思ったってこう現場には行けないから、もうみたいな感じだし、テレビの前でね毎週金曜日そうそうそうテレビつけてるだけで、いやでも第1話であのいきなりの冒頭の大川さんのナレーションがなんかいつも以上に熱いところからスタートしてるから、やっぱこうなんだろう、その気合が一部以上に上がって始まったなっていうのをすごい感じましたね。やっぱ上がってますよね。あ、いや完全上がってますよ、うん、こんなにうるさかったあれこんなんじゃないよねって本人も言ってたけど、うん、本当はねもっとねしっとり行きたかったんだってだけど3話のもう後半でもう上げざるを得なくなって、うん、そうそう意外そうそう、まあ別撮りにしてくれなかったんだよって言ってそうそう上げざるを得ないそうそうそうキツが叫んで小安が叫んで俺が叫ばないわけにいかないって言ってそれをずっとね引き継いでそうそうそう、もうそうせざるを得なくなったね。本当にあの北斗の拳の千葉さんの次回予告みたいなもんで、どんどんインフレが起きてっちゃって、最終的にだってついにってなっちゃったら、それは大変だって。それは最後の方もうみんなね裏返ります。裏返るよそらっていう。うわ大変だ。だからそれがいいってなって。そう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 。でも杉田君の場合結局スパン今度長いから、うん、それをまたずっと維持してこうやっぱ最後まで完走しなきゃいけないし、また、まあ、ジョセフってまたね全然こうタイプが違って、まっすぐガーンとストレートに当てていきゃいいっていう役じゃなかったから、その辺はやっぱり本当に流されないっていう、うん、もうここ来た時にも言いましたけども、うんうん、本当に流されないでその人から来たものをこう受け流しつつ、ちゃんとみんながいい流れに乗るように何かを作るんで、うん、下で、うんうんうん、そのそういう位置での主人公なんだろうなっていうのが、これはもう僕のいつもの主役やる時のその立ち位置にも似てるんですけど、うん、ジョセフは特にそれが要求されるなって、うんうん、ね、なんかヒットするとみんなお祭りになるんですけども、それで打ち上げとかですぐ俺がアゴみたいなこと言うわけですよ、ね、こういう状況でみんなフィーバーしてますけども調子に乗ったやつから死にますよさあってなって監督だけ爆笑するみたいなああじゃあ大変だった人ほど爆笑するっていうね、うん、そういうもんなんですよ、うん、そういう内なる戦いってお客さんに見せたらエンターテインメント一気につまんなくなるんで、うんね、うん、そんないいじゃん見せなくてもって、うん、そうそうそう、うん、そう事情はね、そうでこっちの事情でこっちがなんかすごい裏ドロドロしてたみたいな、別にそうじゃないんだけどそうではないんだけどでもさっき言った通り、新しくジョジョを発見して新しく面白いって言ってくれる人の新鮮な驚きとか楽しみっていうのは僕には綺麗に映りました。特にあのジョジョファンの人でもやっぱりあの3部から入った人がやっぱり結構圧倒的に多かったりするから、で 1,2 部を今回そのアニメで見て、でなんだろう、こう改めて面白さに気づいたっていうか、実はね結構名言なんかも 1,2 部すごく多くて、そのジョジョ知らなくてもなんか聞いたことあるってことは割と 1,2 部にバンバン入ってたりする部分もあったりするから、あ、名ゼリフというかこういう流れだったんだみたいな改めて分かったみたいなね。ヤッピーウレピー
ハッピーウレピー。ハッピーハッピーハッピーウレピー。ハッピーウレピー。ヤッピーってそれ昔の10円でスーパーのやるあのじゃんけんゲームやってる。じゃんけんぽん。ヤッピー。わかる人もね。いるけどわかんないのやっぱりいるじゃないですか。あれデモでグーチョキパーの順になるじゃないですか。パーの時にあのパーを連射するんですよ。ジャポーンってなって。そんな裏技いらないから。すぐグーで止まるから勝つんですよ。探す方が大変だから。いやでもだからそのちょっとその一昔前のまネタというか雰囲気をあるのをその今風にクールにされてたから、これ俺がやったら本当にもうなんだろう80年代ですか、もうドシャーンって言ってみれば僕だってジョナサン受けてるんですよ、オーディションは。あ、そうだからオーディション受けた時と全然こう違うやっぱやり方があったから、これはやっぱり俺はジョセフはできないわってやっぱオンエア見て思いましたもん。ジョナサンこれだよこれってなります。僕は逆にテレビの前にこれこれこれだよっていう。お互いね。いや絶対頭いいんですもん杉田さん。絶対頭いいんですよ。そうそうそう。作戦を立てられるっていうね。その作戦までをこう自分の中でこう読み解いてやってるのがなんかね伝わってきてね。俺にはもう直球しか投げられない。俺にはできないなと。いやその直球がすごい人の心を動かすんですよ。なんかイベントをやって、まあそのまあ後っていうのはなんかまだちょっとお話がね、なんかしたことなかったんで、なんか異様なテンションでしたよねあのイベントの時とか、ね、あのイベント俺あんなに作品に対して熱っぽくなる人だって川澄さんなんか思わなかったですよ。ああ、うん、確かに、確かに。え、なんか俺の知ってるイメージの川澄さんってちょっとなんか違うみたいな、ね。うん、いつもお姉さんの感じで ねデビュー当時に俺が19の時に川澄綾子さんに会って、川澄さんのやってるギャルゲー俺割と好きなんですって言ったら冷静に「あ、ありがとうございます」って言われた時あれ振っちゃいけないのかなってなってあーってなって、うん、そうでも僕もなんか割と、クールな印象だったから、そう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 、もうあん時はだってあそこにいるのが楽しくてしょうがないから、あんまりはしゃいでるんだそうそう、はたから見てるとすごいはしゃいでるの分かるじゃないですか。でも本人はいつもと変わらないよってそれがまた可愛くて、なんか僕の通りですか、僕のイメージがなんか悪かったらすいませんでしたって言って、なんかすいませんって声のトーンが明らかに全然上がってんだもん。あれ面白かったな。あとは歌ですよ歌。あ、本当にあんなにいかついのに、あのすごいいい人で、歌ですよ歌って、歌ってる人トミさんね、トミさんのね、さん打ち上げだとちょっと若干あの口調が柔らかくてすごいチャーミングな、お疲れ様ですって入ってきてあれ柔らかいなと思って、あのタフな見た目とはあれ俺この話上田さんにしませんでしたっけ、あのとある場所でおしっこしてた時に、あの有線でちょうどジョジョがかかって、ジョーってところで俺もジョーしてたっていう、何の話や、何の話や、ああそれしたことあるんですか、言ってもなんかカットされてそうですよね。すいませんこんなガンシモをぶち込んじゃってもさすがだね、ジョジョの思い出、僕の最新ネタはそれです。最新ですか、最新なんだ、一応最新ネタはすいません本当に。でまたねこれ実はお話が来てまして、12月にジャンプフェスタ2014、この3人で、え、この3人で、この3人で、そうなんですよ、どうするんですか、いやいやどうするんですかって、やっぱほらこれだってね、もうすでにほら10月からですね、実はなんかもうこうデジャブのようにですね、10月の頭から実は1、2部の再放送がされてるんですよ、あの BS11 の方で。そうそう、でもうまたこう改めてこう盛り上がってきている、ちょうどいいタイミングぐらいでイベントまたぶち込んでやろうと、そうそうそう、オープニングは3人とも石仮面つけて出る人間やめてね、人間やめて登場しましょう、裸は勘弁してください、ふんどしは勘弁してください、それまでにはねちょっと期待の間に合わないかなって感じですけどね、我々が柱の男になってどうするんだ。いやー、なんか、いや僕実はあのジャンフェス初めてなんですよ。あれ、僕もです。ですよね。本当ですか？いや、タニシ君とかで出たことあるのかな？全然。また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 。そんなことこでは出ないよ。なんでや？タニシ君人気キャラやろ。いやいや、人気はまあね、一部偏ったところにすごい人気はあるんだけど。いや、僕みたいな怖いユーザーが大喜びするんですよ。そうそうそう。歌声が甘い。
かっこいいってなって、うん、あの本当にちょっとね、あのどうしようって感じで、うん、ちょっとついていきますよ本当に。そんなバカな、バカな。ジャンフェス慣れた、ジャンフェスなんかもうあれでしょう、うん、もうベテランじゃないですか。そんなバカな。嘘。とりあえず一個のメインステージをみんなで使うんで、うん、他の作品の方々も来るんですよ。なるほど。某海賊船チームだけ人が異常に多くて、あ楽しいっすよ。仲間いっぱいいますからね。ある時楽屋ガチャって入ったら、あの亀仙流の道着と麦わらが置いてあったんですよ。あ、どう考えてもあの人の衣装だなって。なんだよこのなんかこのキラーコンテンツかける2みたいなのっていう。この2つが高まらないわけないだろっていう。うちも強い人いっぱいいるから呼ぼうよ。そこちも本当ですよね。ちょっと、うん、柱の男とか、柱の男勢ぞろい、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 ダーダーダーンつって、カズヒコさんに上でねくるくる回って笑っててもらって、あらら。お父さん一人呼ぶだけでもすごいよ。もう逆に考えるんだって。あれ生でやってもらう、メディアにロスするイメージがないないですからね。名台詞ですからね。逆に考える、長所マナー。杉田さんが変顔したら、長所マナー。すいません、なんかひいじいちゃんみたいな。ひいじいちゃん厳しいわ。一番紳士なね方ですもんね。ね、何が飛び出すのか。トミーさん来てほしいですよ、トミーさん。あ、そうだよ、ね、そうそうそう、あとね、トーダさんもね。おお。なんか兄様かなんかで、そうなんかライブ限定で出たんでしょ。そう、なんかシュッて来たらしいんで、ほら結局歌ったけど、うん、なんか誰だかはみんな結局分かんなかったって。バカラブスマイルのまんまだって。 CG とかじゃないですよね、大丈夫ですか。ステージに立って歌ったんじゃないですか。歌ったけど、なんか多分ね、なんかよく知らないけど、サングラスとかなんかして、多分なんかいろいろ隠して、なんかわかんない、わかんない感じ。誰かは結局はっきりは、未だ謎、未だ謎。俺どういうことだったのかな。え、どうなんだろう。でも一応なんか多分そんな感じみたい、うん、いや来てほしいわ、ついに。ね、うん、楽屋だけでもね、そうですね、僕たちはね。本当ですよ。謎が解けるからね。うん、よかったね、出演者。やっぱりね、こうジャンプ当たる作品があるからね、うん、それ負けないちょっとところで、この3人でかなり特殊なステージにはなると思います。そうですね。もうだってオンエア終わってだいぶ経った状態で、いやまあでもね、いろいろそうそう、まあ後半で話しますけど、うん、次へつながっていく話もね、ちょっときっちらほら聞こえ始めて、おそらくお客さん的に気になるのそこなんで、そこなんでしょうね。そのあたりはね、うん、またちょっとこの後の後半で、うん、いろいろお話していきたいと思います。はい、まだね、いろいろこうやってイベントなんかもあるんですが、まあ結構経ちましたけど、うん、まあ落ち着いてみて改めて思うことがあったら、一つ、はい、伺えればみたいな。改めて思うことを、ね、ジョジョとは何だったのかみたいな。じゃあおじいちゃんに締めてもらいましょう。まず僕から。じゃあ先に。そうですね、いろいろその作品で関わる期間で言ったら、そのもうアニメの話数だけじゃなくて、すごい長い期間、ジョジョと向き合っていて、仕事として、でもう一回楽しむ側に戻った時に、なんかちょっとまた楽しむっていうことっていうのがまた変わっちゃうんじゃないかなと思ったら、何のことはない、すっと面白いものは面白いもののまんまだったんで、でも徐々で、まあ、荒木先生もあのコミックスの柱で言ってましたけども、生きることだって、だったらもう一層もうジョセフ・ジョースターとして、もうあの全てを通してジョセフと同い年になるまで現役でいてやるって、そういうなんか一個の目標みたいなものが自分の覚悟の中で決まりました。はあ、僕は波紋の呼吸はできないけど。もうね、ずっとあのマイク前にいられたら嬉しいなって、うん、置いてますます盛んというっていう。ただしあの知らない子供だけ作んないようにね、そういう気をつけてください。そうそうね、いろいろ大変なことになっちゃう、はい、まあ、それはそれで面白いかもしれない。さて、はい、息子の方はどうですか。いやもう本当につい昨日のことのようにやっぱり思うんですけど、なんかその作品が終わってからだいぶ時間が経って、ジョジョをやってた時本当にまっすぐにね、あの本当自分ができる精一杯を出し切ってやらせてもらって、で、まあ、本当絞りかすみたいになってたんですけど、でもやっぱりその終わってからいろいろジョ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 ナサンジョナサンって言われることも多くて、でいろんなその自分がね
別のお仕事とか呼んでいただいた時に、いやまだまだ俺できることいっぱいあるなと思って、うん、でやっぱりそのジョジョのセリフであれですよ、信念さえあれば人間に不可能はない、人間は成長するのだ、してみせるっていうセリフありますけど、本当に一日一日まだまだ俺成長できるなっていうのを、あの時本当にね、もうこれで役者やめてもいいとか思ってましたけど、まあ何をおこがましいことを自分は言ってたんだと思って、うん、本当にさっきね杉田さんがおっしゃってましたけど、一生ねずっと現役でっていう、本当にまだまだ生きることっていうのをね充実させていきたいなと思いまして、うん、時々チェペリさんの言葉もね、うん、人間さんか勇気のさんか、うん、人間もすごいですね、勇気の素晴らしさいつもこう頭の隅に、残って、うん、生きてますね今も一生懸命はい、ジョジョって日常に浸透するんですよやっぱり。うん、僕街方でロードローラー止まってたらなんか気になりますもんねあロードローラーってなってなんか気になっちゃうんですよ。上田さんこそどうですか。いや僕もだって35本ね、そうですよ、レディオもやってきた。そうですよ、だからね、うん、なんか本当にこの作品のおかげで、まあ、まあ今までの作品ももちろんあのたくさんの方にフォローしていただいてはいたんですけど、まあ、これで本当に覚えていただいたのもあるし、それでまあこのラジオもやらせていただいて、なんかまあ世に何だろう出たっていうか、こう覚えてもらったっていう嬉しさもありますけど、うん、逆にやっぱりなんかこう、うん、出たからには、ここで油をかかずにっていうのはすごくさらにさらになんか、うん、自分の中でまたこう、うん、なんだろうな、ハードルが上がったっていうか、うんうん、よりでもそこでなんかじゃあどうしようっていうんじゃなくて、まあ前向きになんかいろいろこう、うん、やれどうしよう怖いなってそこでビビるんじゃなくて、飛び込んでみてなんとかこういろいろやっていこうっていう気持ちにはすごく今なっていて、うん、だから本当にそういう意味では僕はこの作品に関わったことはすごく大きくて、役者としてだけじゃなくて人生のハイライト、そのハイライト、うん、でまたさらにもっとこう大きなハイライトに出会うために、地道に一個一個攻めて頑張っていこうかなと思っております、うん、はい、そんな感じなんで、だからもうね早速初めてのこのジャムフェスが感じられますから、そうです、本当だ、そうですね、そうですよ、できることしかできないから自分なりの、うんうんうん、なんかで、そうですね、まあ、前にぶつかっていこうかなと、うん、来るお客さんはジョジョが好きな人たちです、うん、別に嫌いな人たちが来るわけじゃない、そうそうそう、そこはね雰囲気はまずあったかいですよ、そうね、そう思えばまだまだ気分は楽ですね、うん、出てきた瞬間にねお客さんがみんなアイアンボーガン持って待ってるとかじゃないからそれはセキュリティで最初に何とかしてくださいよ。はい、ということでじゃあ、今度もね次のちょっとイベントにも一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。こちらどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。